こんにちは。ギター教室 GTMAX ギター講師の豊です。今回は、これからアコギを買う人、アコギを買ったけれども、家で練習できないという人向けの動画になります。GTMAX。アコギの生徒で多いのは、音がでかすぎて家で練習できないという悩みを持っている方が多くいます。何回かどういったところで練習してるかというのを聞いたことがあるんですけれども、車に乗って土手とか行って練習したり、あと満喫とかカラオケボックスでこう DVD 入れて練習したりとか、スタジオで練習するというのもありますけれども、そういったところの演奏しても迷惑にならないなってところで弾いてる人が大多数なんですよね。やっぱり自宅でこうアコギを弾くっていうのはなかなか難しい環境になりますね。特に日本の場合は。それでもどうしても家で練習したいという方がいれば、まずはサイレントギターを買うという手はあります。まあ、ただこれは、下手すると今初心者が持っているギターよりも高くなる可能性があるんですよね。それはちょっとさすがにお勧めできないので、練習用にアコギではなくてエレキももう一本持っとくということを考えてみてはどうでしょうか。アコギとエレキの音量の差というのを、ちょっと一回、まあ、動画ですが、伝わる範囲でやってみましょう。アコギ。まあ、こういう感じですね。で、こちらが、エレキの音量になります。これが。もう一回アコギ行きましょう。こういったようにアコギに比べてエレキは音量がすごい小さいので、もう本当に安いのでいいんで、一本持っとくといいと思います。じゃあ一番安いのどれかなと思って調べてみたんですけども、サウンドハウスで売ってるプレイテックというところのストラトキャスターというのが7000円ぐらいで売ってるんで、まあ練習用だったらいいんじゃないかなっていうような感じでおすすめしますね。人によってはエレキとアコギっていうのはもう全然違うもんだっていう人がいると思うんですけど、僕最初に言った通り、これからギターを買う人、ギター買ったけれども家で練習できない人向けの動画なんですよ、これ。なのでまず何が大切かというと、ギターに触れる時間を増やすってことなんですよね。まあ練習する時間でも、練習じゃなくても、なんかただ単になんとなく弾いてるみたいな感じでもいいので、弾く習慣をつけるということが大切になってきます。それが音量がでかいから、もうここで打ち止めっていうんだったら、アコギだけだったらここで終わっちゃうんですけども、エレキだったら、じゃあここからエレキでやったらここまで行けたりするんで、ここの差って結構、ね、1年2年経つと、大きい差になってくるので、ギターを触る習慣をつける。練習する習慣をつける。そういった意味でのエレキで練習したらどうかというような意味になりますね。今回は自宅でギターを練習する時間を増やすために、アコギの他にエレキを買ってみてはどうかという話でした。今回の動画を気に入っていただいた方は、チャンネル登録、高評価ボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。